早い。おはよう。おはよう。キムさん、のりっこさん、ヤギヤギさん、川ジャン番長さん、カピオジさん、ゲンさん、おはようございます。慎太郎さん、ハッピーアイスクリームさん、よしちゃん、モカさん、大関さん、おはようございます。鈴人さん、やけるさん、幸子デラックスさん、おはようございます。シャワー行ってらっしゃい。ゴレヒロさん、カイトさん、ヒロシンさん、おはようございます。やっほー。はい、朝ごはん食べよう。昨日夜ミスド食べたんですけど、2つ買ってきてて1個しか食べれなくて、もう1個余ってるんでそれ食べますね。であと絶対足りないと思って足りないと思ってっていうか、ミスド昨日夜食べきるつもりでパン買ってきちゃったんだよね。これ私の好きなパン、最寄りのパン屋、最寄りにあるパン屋さんに売ってるんだけど、めっちゃうまいのよこれ、大好き。カイトさん、流れ星ありがとうございます。ヤギヤギさん、落花生ありがとうございます。佐藤美猫さん、レックスさん、おはようございます。鈴人さん、スペースシャトルありがとうございます。ヒサさん、おはようございます。サチコデラックスさん、かわいいありがとうございます。ヒロシンさん、ガウさん、トーリさん、おはようございます。ミスゾに一人で行ける、でもさ、依頼結構見かけるけどね、あの買ってる男性の方とか。カフェとか、なんか可愛いカフェとかより行きやすくないか、ミスドって。そう、なんかね、フランスパン生地みたいなやつになんかソーセージが入ってるんだけど、このソーセージがパリパリでめっちゃ美味しいのよ。これを買ってきてたんだけど食べれなかったから、ドーナツとこれを食べたいのよ。ブナンさん、オワンさん、違う、ナオさんだ。総力戦さん、ヒロ兄さん、天使の明け前さん、おはようございます。じゃあ、ちなみにドーナツはあの、私めっちゃ好きなやつ、なんかさ、オレオレオじゃないよ、全然違うんですよ、オレオじゃないんですよ、なんだっけ、クランチの、クランチがかかったあのポンデリングみたいなの見せます。こういうの、こういうの、これ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 、めっちゃ美味しいの。ちょっといただきます。やばそう、マジでやばそう。あー、ちょっとダメ、全部箱押しさん、CA 隊13人目ありがとうございます。ドロネオさん、おはようございます。ケイちゃん、オレニスタさん、おはようございます。正解ごめんごめん、読み間違えちゃった。ガトランティスさん、コーシーさん、カボチャさん、スケヒラさん、おはようございます。うん、いいと言いますよ、ことあ、ほんと私はた結構見かけるけどね。おパンチカフェそれはやばいそれはすごい。映画と焼肉一人で行けるけど、ディズニーは、あー、ディズニーはまあね、結構あれだよね、ガチで好きじゃないと厳しいよね。高一さん、KSK さん、シュウケンさん、おはようございます。じゃあ食べてみます、いただきます。食べてみますとか言って食べたことあるけど。勝俊さん、おはようございます。鈴木一郎さん、おはようございます。うんうんうん。かずみんさん、ともちゃんさん、おはようございます。でね、 KSK さん、親衛隊14人目ありがとうございます。すいません、持ちながらで。さまよい人さん、おはようございます。サクサクで美味しいです。フレッシュみおりんさん、おはようございます。これなんかさ、そんなにしつこい甘さじゃないから男性でも食べれるかも。
あの甘いのちょっとっていう男性でも食べられるかも。よしのりさんおはようございます。ビターまでいかないけど、なんかその絡みつく甘さみたいなのはないから。カラフルリリカさんおはようございます。リコちゃん、カズさん、ソイツさんおはようございます。昨日のドーナツの残りを食べてる。アピコさんおはようございます。あー、オールドファッションね、美味しいよね。美味しい美味しい。シンプルイズベストじゃない。なんかポンデリングのさ、あの普通のやつが一番うまいみたいな。そう、だからドーナツ昨日の夜食べようと思ったんだけどね、食べれなかったやつ。うん、うん、うん、これねマジで好き。このクランチのやつあったら絶対食べる。としのりさん流れ星ありがとうございますっていうくらいには好き。これうん、飲み物ある。麦茶グランチチョコいいよね、美味しいよね。今日は私いとこと会うんです。この後っては。まーちゃんこの前 C 行った時って買い並んだの？ちょっと並んだ。ね、9時オープンで8時ぐらいに着いたから1時間くらい並んだかな。そう、普段だったらねもうちょっと前から並ぶんだけど、7時とかから並ぶんだけど、なんか人と行った時は並べるけどさ、一人でさすがに2時間は無理だと思って、そう1時間前くらいに行ったよ。まあ美味しそうに食べるの見たらゴディバコラボ見たくないよね。でもさ全部美味しそうだったよね、あれ。見た目も可愛いしね。ケンさん、かがみさんおはようございます。わかる。うんうんうん、ケンさん親衛隊10、あ無理だ、15人目、ありがとうございます。パチパチありがとう。ガードマンさんおはようございます。皆さんハートありがとうございます。うん、うん、チョコ食べたくなる。人が食べてるの見ると食べたくなるよね。昨日開園前のすごい行列の動画 TikTok で見て、なんかこれ並ぶんだよ。あーなるほどね。1時間、いやーでもどっち行くんだっけ、 C ランド。今日みたいな肌寒い雨模様だとディズニー、あそう天気もある。普通に雨の中きついよね。リコちゃんハートありがとうございます。どっち行くんだっけ、どっちも。これも食べる。パン、ともあきさんおはようございます。
まだ決定したい。あ、ランドか。ランド今やばいんだよね。なんかあのミニーちゃんのそのパルパルーザっていうなんかイベントやってて、でしかもランドの40周年がグランドフィナーレの期間なのね、3月末までって。でそれですごい混んでるんだよね今。だしなんか昔はその入園ゲートの目の前まで並べたんだけど、今ってそれより手前になんかあの空港みたいなさ、あのこうゲート通ってピーって丸とかってピンポンとかなる感じの荷物検査みたいなのがさあるのよ、ちゃんとあの危険なもの持ってないかなとかさ。マスルさんおはようございます。で昔よりもその並べる位置、並び始めの位置がだいぶこう手前に寄ってるのね。だからその分でこうだいぶ並んでるように見えるけどっていう感じなんだよね。まあでもそうなってからやっぱちょっと荷物検査にすごい時間がかかるようになったよねっていう。ランドはね特に遅い気がする。どうなんだろうね、何時から並べばいいんだろう。まあ、ランドあんま行かんからさ分かんないけど、でもやっぱ1時間前ぐらいかな、ちょうどいいのはって感じだけどね。なんとなく早めに入れるけどそんなに待たなくていいみたいな。そう昔とねだいぶ変わったんだよね。あ、美女と野獣はマジ乗ってほしい。あの課金する価値があるって感じ。あれ並ぶの結構しんどいと思うけど、あのプレミアムアクセスっていう2000円くらいかな1枚。そう美女と野獣は1枚2000円だった気がするな。ちょっと高いけど、でもね並ばないと見れないエリアとかもあるから、ちょっとそれが どうかなみたいな。園内のパレードはランドだったら今そのミニーちゃんのパルパルーザっていうやつやってるし、それ多分時間決まってパーク内シンデレラ城の前とかまで行くかな。で夜はエレクトリカルパレードとかやってるはず。 C はなんだったっけな、ちょっとあんま見ないんだよね、まあ、なんとかインカラーみたいなそんな感じのやつを昼間にあの真ん中ど真ん中の湖でやってて、昼間に2回くらいあるのかなあれ。で夜はビリーブっていう水上ショー、その湖のところでやる水上ショーがあれ何時だろう、7時何分とかかなからやってるんだけど、今はそれ休止期間中なの。私それ大好きで見たかったんだけど休止期間中でしたね。3月くらいかもっとやるんじゃないかな。あちひろさんおはようございます。ハートありがとうございます。ちくやまろっぺんさん、 BPM188 さん、まさひこさんおはようございます。今ってアプリが必須、いやコンビニでもチケット買えるんだけど、セブンとか買えるけど、コンビニだと日付変更ができないっていうのと、あと多分そのプレミアアクセスとかが取れないのかな。取れるのかな。アプリ必須なの、わかんないけど、あった方が便利ではある。前行った時はほぼ駐車場鍵開けくらいの、あ、ほんと、じゃあ夜中だね。幸吉さんおはようございます。そうそう、パン食べます。来月女子2人とディズニーめっちゃいいじゃん。うん、そう最高だね。いやディズニー難しいよね、ほんとそう。しかもさ、すっごいどうでもいいこと言っていい、全然ディズニー関係ないんだけどさ、昨日あんだけさ一生懸命さネイルやったのにさ、あのあとさ気に入らなくてさ変えた。ピンクの若干マグみたいな感じになった。
前で言うファストパス的なやつアプリすると思うんだけどね。アプリじゃないと取れないからね。シンプルでよくない？でもこっちの方が気に入った。めっちゃ変えてるやんと思ってね。わかる。 USJ マリオのやつ行きたいよね。マオも行きたい。ポンさんこんにちは。 USJ とかさ、中学校の修学旅行以来行ってないのよ。だからさ、まだその時はハリーポッターが出来たてぐらいの時だったの。全然マリオとかなんてさ、もう全然って感じだったし、こっちの方が鮮やかじゃないすぎ。あ、ほんと？そう、ピンクベースだからちょっと若干ピンク色って感じ。可愛いよね。で、なんかあの爪の先にマグを集めてみた。ちょっとね、でも見づらいね、この光が反射して。ゲンゴロウさん、新入隊16人目、ありがとうございます。ゆうたさん、おはようございます。あ、わかる。制服ディズニーしたかった。なんかしたことあるけど、女の子と2人だったな。デートとかしてみたいね。うん、USJ48 グループがイベントで日替わり公演する。うわっうわっ、それあれやん。ヤケルさんおかえり。うえ、それあれ、あれやん、伝説のあれ、それあれやん。楽しかった、楽しかったよね。いいな。うん。いや別に全然いいけどね。全然いいけどさ、いいけどね。うん。あれがあったから研究生みんな仲良かったしね。余計。グフさん、おはようございます。小学校時代に行ったぐらいか、もうあれか。そっかそっか、そうそう、あのまあ、毎日バイクに行きたいねっていう話。そう、ユニバーね、全然行ったことない。で、なんかさ、制服ディズニーとかもさ、やっぱさ、そういうのって関東圏の人の方がいいなって感じじゃない？だってさ、高校生とか同士でまず2人で関東来るっていうのも結構ハードル高いじゃん。そもそもその移動がさ、結構大変じゃん、田舎のさ、学生なんて。カピおじさん、グフさん、ハートありがとうございます。そう、しかもさ、あれじゃん、あの、だからその移動にまず時間もお金もかかるから。アルファさん、おはようございます。そう、なんか普通にさ、電車でちょっとの距離で行けるってなったら、え、じゃあディズニー行こうってなるけど、そう、しかもさ、全部いたらさ、多分最終間に合わないのよね、新幹線だから。止まんなきゃいけないじゃん。関東だったら最後までいても帰れるけど、田舎からってなるとさ、泊まるかもう帰るの早めるしかないじゃん、諦めて。直道さん、おはようございます。そう、だからヤスさん、おはようございます。あー、学ラン、確かにブレザーかね。ワイマツさん、おはようございます。まあでもね、あのど高校によるよね、それ。そう、ハードル高いなって思う。カオさん、おはようございます。ねえ、マジでさ、ほんとじわる。
ってことは初めてのお泊まりなんです。ポーズじゃないのよ。前松さん、親衛隊17人目ありがとうございます。そして落花生もありがとうございます。めっちゃおもろい。うん、ひらがなたっくん、バックハウスさん、かずよさん、おはようございます。しかもさ、高校生で泊まりって家庭によってはダメって感じじゃない？絶対ダメって感じじゃない？マウは制服ディズニーした時、女の子と行ったの。普通に高校の時に一番仲良かった子と行って、活動を辞めてすぐ行ったのよ。そう、まっちゃんさん、もりもりさん、おはようございます。そう、あのお風呂対決してた子と一緒に行ったんだけど、そうで、何で行ったんだろう、あれ。いや、全泊しましたね。ガチでガチりたくて全泊して、だから前日の夜新幹線で向かって泊まって、で朝からディズニー行って、で泊まって、2日目東京観光して、で夜行バスで帰ってきたみたいな感じ。舞浜ホテルアメナ料金、そうだよね。でも今あの舞浜駅の近くにね、ちょっと安めの可愛いホテルがねあったりとかして、あのアンバサダーホテルとかだとやっぱちょっと値段上がるけど、でもあの提携してそうでしてないみたいなところ、意外とね安いところあるよ。 A さん、初見さん、おはようございます。天使さん、おはようございます。わかる、ミラコスタ泊まりたい。うん、確かに。うんうん、でもできたの、新しく。うん、付近のホテルならだけど、離れたところだと時間的に、確かに確かにね。うん、うん、あー、私が言ってんのそこかも。舞浜駅直結の、そう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 、マジで真隣にあるみたいな。ごちそうさまでした。なんかあのニューデイズとかの並びにホテルの入り口あるみたいなところ。なんか今日天気悪くない？何これ、そう、どん天って感じ。会社ってところに追いかけ楽しんでの仕事で行くお客さん、特に外国人のお客さんみんな高いことで、うーん、そうなんだ。よし、じゃあメイクします、急いで。いや本当にね、おじやチック悲しいな。え、雨、信じられんのだが、え、マジで嫌、普通に。え、待って、じゃあ髪巻くのやめようかな、今日。え、最悪すぎー、マジ萎える。まあ、たまには関東も雨降らないやつだよね。あ、最悪、待って、クレード塗ってない、危ない昼過ぎから雨降る。え、もうさ、でもそれ一番迷惑じゃない？傘は持ってかなきゃいけないんだみたいなね、だる
晴れるなら文句言うなって感じ。めんどくせえ、マジでやだ、マジか。折りたたみさ、ちっちゃくて濡れるんだよね。アギティさん、おはようございます。雨ですってね、みたいですね。最悪な。こっちは天気が気になるけど、まだ自信も。いや、そうだよね。そう、長いんだよね。余震ってさ、もう良くないみたいな感じになりますよね。私も中越地震とかね、あの、大きい地震経験してますから。わかる。すごく不安だよね。いつまた大きいのが来るかとか思ったらね。本当にさ、結構冗談抜きで寝れないとかあるからね。しかもあの、人が思ってるよりもそういうのってストレスになるの、ストレスの要因になるの。だから気づいてなくてもストレスをこう受けてたりとかするのよね。本当にね、休める時にしっかり休むとかもう一番いい。しんどいよね。自分じゃさ、どうにもできないっていうかさ、やっぱ人間がどうこうできる問題ではない分ね、やっぱり不安ですよね。あー、折りたたみわかるよ、めっちゃ濡れる。ママも明日からさ東京来るのかな。それなんかそう言われてるけどね。なんか多分さ、積雪量は大したことないんだよ。全然そんな何十センチも積もんないのだけど、その交通機関がほら脆すぎるじゃない、こっちって。それが気になるよね。積雪量なんてそんな絶対大したことないから大丈夫。おでこだいいでしょ。そうだよ。なんかさ、東京で雪とか降ってさ、みんながパニックになってるのさ、へーとか言ってさ思うけど、でも電車止まったらこっちも困るんだよなみたいな。明日別に何も予定ないからいいんだけどさ、別にそう困るんだよなと思って。いやでも本当にたまには1メートルぐらい降ってみろと思っちゃうよね急に1メートルなんて降ったらもう新潟県民大活躍なんだから。新潟県民っていうか中越民っていうかね、もうあの豪雪地帯出身者はもう大活躍ですから。今ちょっとこう新潟県民っていうの嫌だみたいなもうあの大したことないところと一緒にされるの嫌がりますから、積雪多いところって。だから魚沼の人とかはさ、きっとね、小千谷とかでも別にって感じだろうし、そんな言うほどじゃないみたいな感じだろうし、小千谷からしたら長岡とかなんて全然だし、 もっと言えば新潟なんてもう持ってんのかみたいなねそう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 ですよ。あるあるだよね、こういうのねあの気持ちわからないだろうみたいなやつね。確かに新潟市内で1メートルきついね。静岡とかいいんじゃない。静岡良かったよ、すごい。クライスさん、おはようございます。奈良倉さん、おはようございます。積雪5センチぐらいから、あ、そう、降ってないじゃんね、5センチなんて。青りんごさんでいいのかな、読み方。おはようございます。 TC ライダーさん、むくろじさん、おはようございます。そう、大変だよね。そう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 、東京雪積もっても気合で自転車で仕事行ったことある。あ、素晴らしい。うん、まあ5センチぐらいならチャリなんて全然乗れるよ、余裕。でもね、あれだもんね、除雪のシステムがないもんね、こういう雪の降らないところはさ。小千谷とかはさ、こうね、道路から水が出たりするから、まあ5センチって言ってもさ、歩道とかは空いてんのよ、全然。だからそういうところを通ればチャリぐらいは普通に乗れる。そうだけど、こっちはね、
こっちとか新潟とかさ、そういうのがないからね、圧雪になっちゃったら危ないからちょっとやめた方がいいけどね。アープクさんおはようございます。70センチ積もって人物の動きというものが、いやそりゃそうだろうね、70はやばい。 KJ さんおはようございます。そう車来た間違いないね、間違いない。石田さんおはようございます。わだち融雪の水で靴がびしょびしょ、うん間違いない。嫌だよね、嫌だよね。そうだよ、本当にね、そう本当に。でもね、雪国いいなーとかいう人は本当一回雪の苦労した方がいいよって思う。何が嫌って、雪が一番嫌だもん地元。冬とかマジ帰りたくない今年はね全然降ってないから別に帰ってもさ大したことないけどさ、もうだってこの間なんかちょっと雪流しとかやってたもんね、信じられない。もう寝てました普通に。絶対やりたくない、実家帰ってまで雪流しなんて。なんかそれまでなかったけど、ちょうどマーが帰った週末だけあったんだって。ほらマーのために流してくれてるよとか言ってパパに言われて、一緒にやるとか言われたけど、遠慮しますって言っといた。厚弘さんハートありがとうございます。パパがやりました、もちろん。 KJ さんハートありがとうございます。落ちちゃってこっちに比べると野沢市の駐車場よりガレージが多くない。あー確かにそうかもしれない。そうだね、カーも1階が車庫になってるとかね、3階建てで1階が車庫になってるとかが多いかもしれない。中越地震雪が降るから家が頑丈で倒壊家屋が少ない、うんまあそれもあると思うね、それはあると思う。きっと一緒にやるじゃないよね、やるわけないだろうね。しかもさ、そんなさ、そんなに何人も出るような雪もなかったしね。そう本当にね、冬が嫌なんだよね。夏も嫌だけどね、暑いだけで何もないし住めないよね本当。個人的には住むのに向いてないって感じ。いいところだけど旅行でいいかもって感じ2日で飽きる地元。おばあちゃんちもやるでしょ。おばあちゃんなんてちょこちょこいじってんじゃない。おばあちゃんもねなかなかに泊まってられない人だからね、多分そんな流すとかじゃないレベルだと思う。雪の件はパパだと、うんまあでもいつもみたいにしっかり降ったら全然やりますけどね。だからもうさ、パパが屋根登って屋根から落としてるだけじゃダメで、下でいじる人もいないといけないから、そしたらもうね2人以上じゃないともうダメじゃん絶対。だから嫌でもやらなきゃいけないよね。そう、そうだよ、私も小屋根ぐらいなら上がれますよ。もちろんも好きな授業やりましょう。あったあったあったよ。和弘さんおはようございます。ありましたよ。そう、しかもスキー場とかの楽しいやつじゃなくて、黒缶っていうね、平地を滑るやつだから全然坂とかじゃないしね、めっちゃ疲れる、めっちゃ疲れる、すっごい嫌だった、嫌いだった。もうだからそんなことをやらされるから嫌なんだよね余計に。
そうだよ、だからさ新潟出身なんだよねって言って、えー、めっちゃ雪降るじゃん、いいな、住んでみなってなる。でもさ、それしか言うことないよね。え、めっちゃ雪降るじゃんか、え、じゃあお米美味しいんだしか言うことなくない？普通に県外の人からしたらさ、あと新潟って何って感じじゃない？有名なものとかもさ、米が派生してるものばっかりやん、酒とかせんべいとか。でしょ？米と雪以外言われたことある人教えてほしいもん。絶対いないと思う。絶対は嘘だけど 99% ぐらいは雪と米のはず。マウは今までそれしか言われたことない。ひろいちさん、おはようございます。いや、魚は言われたことないな。すごいじゃん。主語だと思われる。あ、わかる。ワックス塗るんでしょ、クロスカントリー。あ、そう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 、クロカンガチしんどいよ。しかもさ、それさ2時間あの3、4時間目とかでさ組まれてんのよ。2時間制なの、マジで嫌。なんかさ、汗なのか、あのほら、その外側の空気が冷たくてこっちが暑いから、あの温度差でさビチョビチョになるのよ。それとかね、もうすごい気持ち悪かった。枝豆、舞茸、笹団子。あ、笹団子はまあわかる。舞茸すごいね、結構マイナーじゃない？マイナーっていうか、それ知ってる方もすごくない？そんな有名なの？雪国舞茸でしょ。自動的にスキンは、いや本当にそれな。いや逆にできない説を提唱してるから、マウは。あのね、ウィンタースポーツする人って降らない地域の人か、あのガチで豪雪地帯とかに住んでて、湯沢とかに住んでて、あのもうスキー場がめっちゃ家の近くにあるとか、めっちゃ家の近くにある、だって家のすごい近くにあるとか、そういう人しか上手くないと思ってる私はね。なんか普通に小千谷とかに住んでて好きな人いるけど、あんまり好んでやってる人いないと思うんだよね。逆に阿南さん、おはようございます。雪国舞茸は全国のキノコ好きに、まあ確かにね、キノコ好きにはね。そっか、私舞茸好きじゃないからこういう感じになってるのかな、もしかして。おもろいよね。サトシアンさん、おはようございます。あー、のどぐろはどこ、確かに。え、富山とかも有名だっけ、のどぐろって。富山じゃないっけ。スーパーでよく新潟産のなめことか、えのきとか。あ、ほんと。そう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 、ね、ほんとに。クーさん、おはようございます。え、そうそうそう、新潟市民とかの方がさ、そう、週末スキー、スノボとか絶対多いよね。そう、こちらからしたらさ、もうわざわざお金払って雪で遊びに行く意味が分かんないけどね、重装備で。新幹線とかほんとガチでやめてほしいもんね。ほんとにやめてほしい。あのさ、スキースノボ用の車両作って頼むから。ほんとにスキースノボの客だけの車両とか作ってほしいもんね。じゃない人さ、座らして頼む。本当にこの時期の新幹線嫌いなんだよね。あ、金沢で食べた、いいな。つとむさん、おはようございます。十日町出身の声が滑れないけど、関東の人たちの滑れないと違いますよ。あー、なるほどね。としのりさん、ハートありがとうございます。
あ、島根とかもそうなんだ。新潟、富山、石川の北陸3県。ああ、なるほどね。石川、富山、ぶり。へえ。貨物って別にあるにあるの。あ、そうなんだ。東京駅でスキー板をキャリーにつけて歩いてるのが邪魔すぎて、行く前からすでに邪魔。いや、ほんとだよ。ほんとそうなの。あのさ、もう。なんか雪で浮かれちゃってる感じとかがさ、ちょっと申し訳ないけど、ちょっと嫌なんだよね さ。いいよね、楽しい時だけさ、来ればいいんだからとか思っちゃうんだよね。終わってんな、私。サトシオンさん、流れ星、ありがとうございます。ロン君、おはようございます。いや、ガチで。本当でもそうなんのよ。神のみさん、森蔵さん、おはようございます。そう、スキー場に降ってくれればいいし、もう本当に。またスキー、スノボ客が多くて座れなかったとか言ってね、ブツブツ言いながら帰ってる、いつも。マジで嫌。本当に嫌だから、この時期乗りたくない、あんま新幹線。そう、まあ指定じゃないからね、私がね。指定取ればいいんだけどね。なんかたかだか新潟帰るだけで指定席もなんかなみたいな。 どっちかだよね、そんなんさ。お金払って快適に座って帰るか、でもさ、こういう時期以外はさ、割とガラガラなんだよ、新潟行きなんて。ときめっせでコンサートとかあったらあれだけどね。スキー場の、いや、スキー場っていうかね、そのね、もう豪雪地帯にノーマルとかで来る、もうちょっとおいおいって人もいるからね。危ねえ、今。危ねえ、耐えた。そうだよ、本当にさ、考えればわかるでしょっていう。どうせ運転できないんだからって思っちゃう。もう大げさぐらいで来た方がいいよね、慣れてない人はさ。もうそんなっていうぐらいで来た方がいいよ。長岡の、それえ、違う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 、逆、東京からってこと。東京からそっちってこと。新潟から長岡ぐらいだったら座れるね。あれなんだっけ、東京行きはね、座れるけど、じゃないと座れないのよ、本当に。そう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 。いや、なんかさ、あ、サトシオンさん、落花生ありがとうございます。親衛隊18人目、ありがとうございます。いや、そうなの。なんかさ、違うんだよ。ヒロさん、おはようございます。あ、確かに。そう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 。しかもさ、みんなめっちゃユーザーで降りんのもちょっと腹立つんだよね。東京からなら、並べば座れる。そうそうそう。マリンピアね。あ、そうなんだ。のどぐろの繁殖だけど、そうなんだ。マリンピアってあんま行ったことないな。あるけど、本当記憶の中ではね、本当に片手で収まるぐらい。片手で収まるとこがもうなんか2、3回しか行ったことない気がするんだけど、どうなんだろうか。水族館好きなんだよね。いや、一歩待てばいいんだけどさ、そんな電車ほどいいさ、頻繁に来ないじゃない。トーリさん、ハートありがとうございます。塩沢まで来いよはちょっと分からんけど ほら、どうせユーザーで降りるんでしょとか言ってさ、もう完全逆ギレだよね。
分かってんだよ、そんなことは。分かってんの？分かってます。嫌なら指定を買えばいいしね、一本遅らせればいいし、分かってますけども、分かってるけどね、きっと雪で楽しそうにしてんのが嫌なんだろうな。もう理不尽極まりないよね、本当に。自分でも思うもん、理不尽だな。なんか私はこっちに住んでるのが合ってるのよ、絶対に。新潟を好きになれるまでは新潟に住みたくない。マジで結構真面目に帰りたいよ、帰りたいけど住みたくないの。そうだよ。いやでもね、雪で苦労してる人は絶対こう思ってるはずだよ。ママですらそう言ってんだから。そうだよ、いや本当にさ、本当になぜ引っ越さなかったのかだけが疑問なんだよね。うちそんなに嫌ならって思うんだけど。でもね、パパがねダメなんだよね、関東。パパが新潟がいいっていうタイプの人なの。ママは今でこそ関東出たがってるけど、パパはたまに行くぐらいならいいけど、住むのは絶対新潟がいいっていうタイプなのね。だから今もし、じゃあこれから引っ越しましょうってなったら、もうあの逆単身赴任って感じだよね。パパだけ一人あちらにって感じ、あちらの世界にって感じ。そうだよ、すごいよね。なんで？なんでそこまで固執するのって思う。何がいいんだろうね。うん、新潟市がいいよきっと。ビッグさんおはようございます。まあ新潟市も新潟市でねって感じだけどね。あのちょっと降るとやっぱちょっと危ないは危ないよねっていう。そうそうだよ。まあね、でもまあさ、そんなさ、ちっちゃい時からさ、週末雪流しでさとかってやったら嫌にもなるよそりゃ。休みが休みじゃないんだもん、だってどこも行けないしさね、雪流しなんてやったらクタクタでさ、そんな出かけようともならんしね、出かけられたとしても時間的に。そうなの、無理なのよ。だからきっとこれでさ、私がさ、もう全く雪とかいじったことありませんだったらまたちょっと違うかもしれないけどね。あ、確かに、そうそうそう、大宮の次は長岡ってやつあるよね、たまにあるよね。ひこっとキャットライムさん、おはようございます。え、そうなんだよ。そう、パパ別に都会でも行けそうだけどね、なんか嫌なんだろうね、落ち着かないのかね。なんて読むんだろう、全むにさん。おはようございます。ゆめっこさん、ゆめっこめっちゃ読み間違えた。にめっこうさん、チップさん、おはようございます。そうそう、新潟市でもね、たまにどか雪が降るし、だからそうなった時が大変だよね、新潟市はね。
普段のさ積雪量的には別にって感じだけど、やっぱりそのね数回のためにそこまでこう重装備かって言われるとそうじゃないから、やっぱりその圧雪がね本当に危なくて、歩くのもそうだし車もそうだし結構大変だなと思う。確かに家建てちゃうと動きづらい。やマジそれな、え本当それなんでさ家建てたんだろうってガチで思ってる今。もうちょっと大人になってから建ててほしかったな、私が。ちょっと私の意見も取り入れてって感じ。なんかさちょっと違う、私の部屋狭すぎるし本当になんで6畳しかないのって感じ。あれファンデーションどこ行った？パパは今も地元の友達と遊んだりしてる？まあまあかな、まあまあって感じ。えでも全然関東に住んでる人もいるしって感じだけど。白郎さんおはようございます。流れ星ありがとうございます。あと液状化いとこのうちは焼却やばい時期。ああなるほどね。パパがいや別にさいいんだけどさ、いいし別にパパ多分一人でもいいってタイプだからね。もしこれで仮にママがじゃあ関東出ますとかなっても別にどうぞどうぞって感じの人だからあれだけど。ああんた転がってたこんなところ。そうだけどあんなね家にパパ一人かっていう、掃除とか絶対行き届かないよなっていう感じ。パパはママと遠征してこない。うんまあね。ポコさんおはようございます。なんかさ私パパと二人でよく出かけたりするけど、パパと二人で出かけるんだったら地元の方が行くとこあるなって感じ。なんかやっぱ関東ってさ服とかコスメとかさいっぱい売ってるじゃん向こうに比べたら。だからママとだったらいけるけど、いけるってか別にママとだったら楽しめるけど、パパとじゃあどこ行くって言われたらえどこ行こうってなるもんこっちでね。そう、その点向こうだとさパパなんかほら食べるの好きだからさ、ご飯とかね美味しいとかパパが知ってたりとかするし、そう二人で全然出かけられるって感じ。なんか行くところがあるのは向こうだなって思う。バンさんおはようございます。ママはママは関東住んでるからより一層関東志望ね。そうそう住めばって言ってるんだけどね。まあでも物価が高いからねっていう、こっちはそう家賃とかも高いし向こうに比べたらね。ティラミス大福さんおはようございます。カフェ巡りあんましないかな、可愛くなった本当か本当かそれはあんましないかも。なんか友達とおしゃれなカフェとかちょっと見つけて行こっかとかあるけど、なんかそのカフェに行くっていう目的ではないかもしれない。今日何着よっかな、ちょっとワンピでいいや適当か、これにしよう。これにしよう、よいしょ。え、でも雨なんだっけ。雨か、これ丈長いけどな、しょうがないか。そう、あとは天気が悪いのが嫌です、新潟はもうそれやっぱ天気全て天気のせいじゃない。曇りが多いのも嫌だし、
あの曇り雨が多いのも嫌だし雪が降るのも嫌だし、天気がマシだったら多少マシになるのかな。今日はこれです。シャムさんおはようございます。そう家賃は全然ね違う。めぐねえさんおはようございます。タオさん、山形かかしさんおはようございます。雨午前中だけなんかそうらしいよね。そう乃木坂みたいなとこ、え、なんかそれめっちゃ言われるんだけど、これ美容院に来ていたら美容師にも言われた。それ同じこと。都心外の公園、あ、別に都心じゃなくてもいい、あのアクセスしやすかったらいいかなって感じ。だから全然都内にこだわってるわけじゃないの、関東圏で都心に行きやすいところだったらいいかなって感じ。なんて読むんだろう、 3A393 おはようございます。いやこれコート着るよ。あ、この間言われてたか言ったら、あ、そうなんだ。道助さんおはようございます。シャムさんだるまありがとうございます。そう全然、そう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 、便利なところだったらいいかな。だから絶対都内に住みたいとかってわけではないんだ。もし各界が異国山脈飛ばす、いやそうかもね、雪が降らなかったらワンチャンって感じだね。そうだよ本当に。三国か、三国峠って読むね。時差。その洋服この前配信で着たやつ、そうだっけ、着てたっけ、着てるかも、ちょいちょい着てる。え、わかる、名古屋とかいいよね、名古屋とかいい、マジで。名古屋とか大阪とかマジでいい、好き。あー確かに、やったわ、そうだそうだ、2枚つながって、そうそうそう、この辺とかめくってね、めくんなくていいからとか言われて、えとか言って、めくんないと分かんないじゃんとか言ったやつね。そうだったそうだった。いや巻かない、あのなんだっけ、手先だけちょっと巻く、全部巻いたら取れてさ、取れてモンモってなる未来が見えるから。父出したとか言うなってマジでやめな、語弊だから。それ服の色いいでしょ、本当にさ、センシティブ配信じゃないんだよ本当に。名古屋好きって人、関東だと珍しいかもってか、大阪に比べて意外と見せ、あー、え、なんかでもまあもう全然そんななんか名古屋を知り尽くしてるとかじゃないけど、名古屋なんか好きなんだよね、すごい雰囲気とかもさ、名古屋駅前とかめっちゃ好きで、そう行った時によくなんか一人で散歩とかしたりする。でも夜怖いからあそこ怖いんだよ夜、ちょっと治安がみたいな、治安が点々って感じだから。そうだから普通に昼間とかねよく行ったりとかするよ。いやわかる、めっちゃ髪伸びたよね。え、なんかさ、私友達がね美容師のなんかアシスタントみたいなのやってる人がいて、友達で、でなんかカットモデルを探してるんだけど、全然予約が埋まらないみたいな。カットモデル探してるけど全然いないみたいな言われて、カットモデルとかやりたいとかないみたいな言われてさ、でも髪伸ばしてんだよねみたいな、なんて言えばいいの、結構ざっくりいかないといけないと思ってて、そのカットモデルって、だから例えばこの長さでも10センチ切るとかさ、だからそういうイメージでもうヘアスタイル変わるぐらいのね、そのミディアムになるとか、スーパーロングからミディアムになるとかさ、なんかそういう感じなのかなと思ってて、で髪伸ばしてんだよねって言って、クジチーさんおはようございます。うわー、ツタ神宮いいよね、わかる。そうで、
あ、そっかみたいに言われたの、それ言ったら、その伸ばしてるんだよねって言ったら、あ、そうなんだみたいに言われて、え、ちなみにどれぐらい切らなきゃいけないとかあるみたいな。あれって報酬いくらかいただけ、いや、まあ、いや、もらえないと思うよ。まあはもらえない、あの、なんていうの、その友達のところはもらえない。なんか本当にサロンモデルさんとかだったらあるんじゃない、そのなんか都内のさ、もうガチ有名なみたいなとことかだったらあんのかな、わかんない。あの、あれじゃない、ただか、もしくは格安じゃない。まあはカットとトリートメントで1600円ぐらいって言われた。めっちゃ安くない？全然いいんですけどみたいな。しかもさ、そんなさ、ザクザクいくわけじゃないから。あ、そうで、どんぐらい切ったらいいとかあるみたいなやったら、 2,3 センチ切らせてもらえれば十分みたいな。まあ最悪全然1センチとかでもいいって言われてそんなことあるんだとか言ってヒロヒロヒロさん、エドウィンさん、おはようございます。めっちゃ安いっしょ。そうだから、そのカット、その数センチカットだけの場合は、そのトリートメントかカラーを一緒にしてもらえると嬉しいかなみたいな。でカラーはもう別のところをさ、明日予約取っちゃったの。まあだから、あのトリートメントと、じゃあカット、ちょっと毛先だけ傷んでるところは切りたいなと思ってたから、まあそうだね、練習代じゃない、そりゃそうでしょ、アシスタントだから。でも友達だからさ、まあなんか、なんていうの、ちょっともうちょっとこうしてほしいとかさ、ちょっとそれをしないでほしいとか言いやすいじゃん。なんか全然知らない人とか、なんかちょっとあんま言いづらくない、そういうの。そうだから友達だしと思って、そうオレンジピーちゃん、おはようございます。インナーいいよね、可愛いよね。名古屋 SKE 劇場はオズヤから AM 線で長野周りで6時間。すごっ、根性やばいね。6時間ってすごいな。でも行けるんだね、そこにまず驚きだわ。あ、そうなんだ。そうだから全然、まあいっかと思って、そうだから 1,2 センチにしてもらおうかなって感じ。とりあえずちょっと様子見ながら切ってって感じ。ゼンマイみたい山菜のゼンマイみたいじゃない。じゃあこれをだからこうやってちょっとこうね、ほぐして、ここは一旦おしまいで、今日ちょっと時間いい感じ、余裕ありそう。オリジェさん、おはようございます。ゼンマイ好きじゃないよ、別に好きじゃないけど、おばあちゃんとかがよく取ってきてた。もう今あれだけどね、危なくて行ってないけど、あんまりクマとか出るし、田舎なんて怖いところなんだから、本当にクマだの猿だのイノシシだの、本当にさ危ないんだから。例えが欲しいでしょ、そうでしょ、当たり前じゃん。伊達に20何年も住んでないんだからそうよ、風景が目まぐるしく変わる路線だと下道の楽しみを例えば。ああ、なんかあれだね、あの、そう、時間にね、余裕がある時とかはね、そういうのもいいよね。あ、そうゴザとかね敷いて、そう干してあるよね、やってたおばあちゃんとかよく。そうだからね、友達のとこでやってもらう、なんかさ、すごくない？普通にさ、学校とか一緒だった友達がさ、そんなのしてくれるの、なんかちょっと感慨深いなと思って。小中の同級生なんだよね。マジありがとう、助かるとか言われていいよとか言って、全然いいよ。
県民上京組めちゃ多い。まあね、関東の方がね選択肢が全然多いからね。ミミさんおはようございます。そう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 、高見さんおはようございます。ちくわドーナツさんおはようございます。坊主モデルって何とはって感じだけどえ、そうでもなんかねレディース限定なんだって。1、2月。そう、今の眉毛でベリーショートパーマやったら、どうだろうね、似合わんよ絶対。そう、まあねロングの自分が好きだから切る予定はないけど今のところ。そう、なんか短くする予定は全くないんだけど、男の子みたいになると思う。男側なんだよね、まあ、男詰めだし男側だしでもほぼ男みたいな。え、まあさ昨日櫛どこやったっけ。こんなかあった。いやだよね、ガチでこのおばあちゃんかよってね、このポケットとかにさ入れてさ、もうそのどこやったか分かんないのおいおいみたいなね。編み込みとかヘメイクの練習やらないの微妙。え、分かんない、やるんじゃない。それはさ別にあれなんじゃない、マネキンでいいみたいな感じなんじゃない、知らんけど。雪になりそうな雨、うえみぞれみたいなこと、やだ。私東京のお風呂屋さんと豆腐屋さんは新潟出身で閉めてって言われてて、実際悪かった。あ、そうなんだ、へえ。そう、なんかさ面白いよね、みんなさ物知りじゃん、すごい。だからさみんなからそういういろんなこと教えてもらうのすごい好きなんだよね。自分じゃさ知らないことばっかりだからさ。マックス時315号さんおはようございます。そうだから全然なんか私あんま興味なさそうだなみたいなこととかも、ね、全然喋ってくださいね皆さん。今日こんなことがあったよとかさ、こんなところに行ってきたよとかさ、どんなの食べたよとかね、話を広げるのは得意ですから。実際面白いしねみんなね。よし、オッケー。もうちょっとこの流し前髪も今日で最後だから、やった、ガチ嬉しい。明日美容院行くぜ、半までやります。みぞれのようにも見える雨、手もでもないそういうことガチやだね。今日さ会ういとこはさ、もう私なんかよりも豪雪地帯に住んでる人だから、魚沼の人だから。そう、素晴らしいよね本当。おじやなんてって思われてるきっと別におじやなんてって思われてる。何ですかこれは。よし、こんな感じかな。もう嫌だったこの前髪ガチで。実家は3階建て。いや違うな、普通に2階建てかな。魚沼のが古い、小出の方、あのいとこんちね。もうおじやなんて日にならんぐらい降るからね、そんな近いけど車でほんと15分ってこともないから20分ぐらいのところだけど、もう全然全然こっちと違うって感じ。タオルリボンの高弘さんおはようございます。そうですよ、ガチで豪雪地帯だからね、すげえと思ってる。ひささんおはようございます。そう、これで多いよね。
はい、という感じでとりあえず準備ができたので行ってこようかな。本当に久しぶりに会うの、いとこに。2ヶ月以上ぶり。私たちにしてはめちゃくちゃ空いてる。非常に楽しみです。今日という日をどれだけ楽しみにしてきたか、私が。また帰ってきたらね、配信しようかなって思ってるので、もしできなかったら明日話しますね。はい、ということで皆さん、今日なんかちょっと、ね、天気があまりよろしくなくて足元が悪いかもしれないので、お出かけする方は気をつけて、もう私も気をつけますね。ゆっくり過ごされる方はゆっくり、はい、過ごしてください。ということで、またお会いしましょう。皆さんありがとうございました。またね、行ってきます。